宮迫博之、ラファさんの偽物に気づくのかドッキリ。よいしょ。よろしくお願いします。お邪魔します。ラファエルです。ラファさん、わざわざありがとうございます。いや、いいんですか、僕そのお邪魔しちゃって事務所に。今日の企画どうしてもやりたかったんで、ぜひ来ていただきました。めちゃくちゃ嬉しいです。お兄さんとお会いするのお久しぶりなんで。はい、あ、ここ来るの初めて。ここ自体あれは普段は何で使ってるんですか。事務所でミーティングしたりとか、撮影をしたりとか。完全に事務所で。そうなんですよ。なんか女の人の髪の毛とか落ちてたのあれなんですか。何ですか。いや、女の人の髪の毛とかが、あ、ごめんなさい、言い方間違えた。すごい長い30センチぐらいの髪の毛が落ちてたのとかは。うちに女メンバーいないんですけどね。お涼ってメンバーが結構ロングでミュージシャンなんで、腰ぐらいまで髪があるんで。すいません、脱線しちゃってごめんなさい。本当にやめてください。これ無駄ですよ、もう時間の無駄ですよ。これ絶対カットさせますからね、僕。いやいや、元素材だけ兄さんに見てもらおうかな。元素材だけでもあれどういうことやって。今日の企画の説明なんですけど、ラファさん聞いてください。以前のブレイキングダウンってあったじゃないですか。はい、もう大人気の企画で。はい、宮迫さんがリンガランをやらせてもらったんですけども、内陣とかもやってますし、皆さんちょいちょいそういうの出られてますよね。おかげさまで上手なんで。で、その時にですね、ニファエルさんっていらっしゃるじゃないですか。はい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 。まあ公認の。そうです。唯一っていう公認してて、はい、そうですよ。ラファさんそっくりでパフォーマンスされているニファさんなんですけども、僕見ててニファさんとすれ違った宮迫さんが完全にラファさんだと思って挨拶してたんですよ。まあまあ本当にそのぐらい似てますからね。いや本当にそれこそカンコレで顔を出した方がその宮迫さん。そうなんです。あとこれ本当にこの人気づいてないなと思って、宮迫さん。まあそれも寂しいですけど、まあでもそっくりさんですからね。気づかなかったら気づかないようにするものなんで。そうですよ、そうです。で、なんか僕そこであえて言わなくて、これ企画になるんじゃないかなと思って。最後まで兄さん気づかなかった。もう僕説明しなかった。あれニファさんですって言わなかったんですよ、僕。喋ったりしてました。それはないです。ちょっと挨拶して、あ、いつもありがとうございますみたいな感じで言ってて。それはちょっと寂しいですかね。まあ。ニファさんも多分言わなかったと思うんですよ。あいつは。はい。めちゃめちゃ面白くて、今回は、前回、ほろ酔い鍋って、ほろ酔いトークさせていただいたじゃないですか。の2弾ということで。ということですね。はい。宮迫さんをお呼びして、で今日宮迫さん来ていただいてるんで、じゃあどうぞお願いします。お願いします。初めて横並びで見ましたけど、僕はちょいちょい見てますから。改めてこうやって見て、あ、そういうだるい絡みです。これ岩友ちゃん出たから素人の人が急に来て、そうなんです。気をつけて。ちょっと上下関係はあるんですね。そうですね。いや、すごい、やっぱすごいっすわ。いや、似てるでしょ。似てるんですよ。似てるんですよ。背格好も意外とそんな違わないですね。ちょっと僕の方が気持ち高いぐらいで、もうほぼ一緒のサイズ感ですね。だってね、声が似てる。そう、喋ってもらっていいですか。なんかめちゃくちゃ飲んでいいかな。この感じがもう似てる。すごい。なんか捻挫するぐらい滑るのやめてや。ほんまそれは絶対ほんまやめてや。だからね、これやっぱもともと声も似てますし、仮面かぶったらさらにこもるので、やっぱさらに似るんですよ。なるほど。はい。本当にほとんどの人は気づかないのが普通だと思いますよ。宮迫さんとまあお酒飲みながらトークするんですけども、もう入れ替わり立ち替わり、チェンジしてもらおうかな。ちょっとお手洗いに立った瞬間に。そう。うわ、それもめっちゃおもろいですね。なるほど。で、どこで気づくのか気づかないのかっていう。はい。入れ替わりか。結構攻めてますよね。攻めてますね。それ宮迫さんはもうお酒飲むんですか。お酒飲むんで、どんどん難易度は下がってくると思います。これでも気づかなかったら結構やばいですけどね。色も違うのに。確かに。あ、そう、これこのままなんです。一緒ですけど。ちょっと待って、石持つのやめてや。思ったと思って。それはいいじゃないですか。石持っちゃダメよ。二代目石持っちゃいけないんです。結構厳しいレギュレーションあるんですね。厳しい。お願いします。じゃあもう間もなく宮迫さん来るんで。はい。確認だからな。ちょっとご協力よろしくお願いします。お願いします。おざーす。おざーす。ラファさんもいらっしゃいます。すいません。早いですね。すいません。ああ、そう。兄さん行けんだ。あ、もうすぐ。こっちはもう準備できるんで。はい。お願いします。お水とか大丈夫ですか。大丈夫。だって飲むから。はい。すみません。第2弾。どうも。宮迫です。そしてラファさんです。お願いします。さあそれでは参りましょう。ラファさんの第2弾ほろよいトーク。よいしょ。いらっしゃいませラファさん。第2弾結構前ですよね。そうですね、初コラボですけどね。ラファさんの事務所で初めてやらせていただいて、第2弾ですけど楽しかったので、お会いするのはカレーパン屋さん以来かな。そうですね、一日店長。今までいろんな人が店長やってて、行列が映ってたりとかしたから、ニュースになってましたもんね。そうどうしよう、なんか 3,4 人しかおらんかったら思って。いやそれは多分ないですよ本当に。ありがたいことに結構本当来てますもんね。本当にたくさん来ていただいて本当もありがとうございます。いろんなお仕事なさってるでしょ。はい、スケジュール的にどんな感じなんですか。スケジュールはそうですね、もう本当にまあ詰め詰めで本当にやってるような感じですね、スケジュール的にも。はい。なんか忙しいイメージありますよ。ああ、そうです。もうちょっと一回取り切っていいですか。ああ、いいですか。いいですか。すみません。あ、大丈夫ですか。お便りいいですか。個別でいいですか。ああ、はい。すみません。お願いします。ごめんなさい。お願いします。飲みすぎたんちゃいます。そうなんですよ。そうなんですよ。飲むの忘れたんですよ。忘れてる。それだと近くなりますからね。それでばっかりこれも。マジでもう。夜中夜よ夜だからもうまたでいいですか。あ、もちろん。もうカメラ止めてないんです。そのまま。すいませんすいません。このままでなりますよね。だから飲みすぎた次の日とか。そうなんですよ。なんかめっちゃトイレが近いんですよね、ほんまに。ラファさんって年齢不詳でしたっけ。年齢一応言ってないですね。はい、近しいですよ。あ、じゃあ、まあ、僕の方が絶対カットしてください、今の。あ、2歳もおいくつ、すみません、2歳もおいくつでしたっけ。あれ僕52。近しい、絶対あかん。近しい、絶対あかん。え絶対あかん。40代ほんまやめてくださいよ。嘘、ラオさん30代。ほんまやめてくださいよ。だからもう20代とかの設定のめちゃくちゃな設定してるんですから、僕今。グーに上げました、今。絶対ダメですよ、今のくらい。あ、嘘、イメージなんか聞いたけれどってください。40代は思ってた。やめてくださいってほんまに。誰や酒飲ましたんほんま。まだまだちょっとしか飲んでない。マジで。いや、年齢不詳ですね。カレーパンは儲けてる状態なんですか。これはほんまのマジの話言っていいですか。トントンとかです。トントンなん100円200円の商売なので、そうですよね。これがちょっと都心から離れたらめっちゃ儲かると思います。そうか、そういうことか。これはね、ビジネスモデルがだいたい800万1000万ぐらいできるんです最初。まあそんなもんじゃないですか。でそうなった時、じゃあ何と比較するかって、じゃあ地方で不動産を買うってサラリーマンいるんですよね。で30過ぎたらそうなったら、じゃあ家賃って、じゃあ週に月10万20万ぐらいってなったら、そこで比較された時にもっと実際儲かるんで、っていう意味で言うと結構勝ちゲーみたいなところがあるんで。ビジネスマンだな。いやでもあそこの店舗、僕の店舗だけは結構厳しい状態ですね。なるほど、それは場所ですからね。なるほど。近いな。調子悪いのもあるんですよ。逆流性なんとかになっちゃって、食道炎。逆流性な多いな。そんな感じなんですか。なんかまあそこから戻しちゃったりとかすると利益で。あんのか。そういうことなんだ。あれですね、バッカス飲んでないとやっぱしんどいですね。あれめっちゃ効くんで。バッカス効くな、確かに。もうヘビロトで飲んでますバッカス。本当ですか。カバーにいっぱい入ってる。そうですね。ああ、本当ですか。本当効きます。だってすごい効くやつを丸パクリしたんですもんね。だって。そう。いろんなもう、はい。そのパクられた側の社員さんがたまたま牛乳場来てくれて、あれお前おらんかったっけ。僕それ初めて聞きました。来てくれて、まあまあ文句言ってました。やめてくださいよ、本当にそれは。もうずるいよね言って。面白い。3本ぐらいでクラッとなる。すみません。マジ大丈夫？本当なんかちょっとやばいですね。本当ごめんなさい、今日本当申し訳ないです。大丈夫ですか？ちょっと病院行った方がええんちゃいます？マジで。そんなやばいですね。あ、でもほんまちょっとすみません。ごめんなさい。大丈夫ですか？そんな変なこと言ってないでしょ。心配してるでしょ。病院行ってます？行ってますよ。なんかほっとけば治るぐらいの感じ言われたんで。ほっとけば治る。あ、そのお酒を飲まないとか。そうですね。あと僕そのなんていうんですかね、そのダイエット薬みたいなの飲んでて、そっちの方も結構あれなんで。ああ。そもそもトイレめっちゃ多いんですよ僕。え、お酒ですか？多分その連日飲んでてそうなったんで。はいはい。誕生日会が重なったんですよ、その先輩方の。うわあ。そうなんです。それ飲まないとね。飲まないと。また一番飲まないとダメじゃないですか、やっぱり。そういうのありません、空気的に。まあでももうここまででこうなってそんなことないかっていう感じですよね。いやいやいや、それこそ牛宮城のオープンの時から、それこそラファさんの会とか、あの時はエグかったね。そうですね、あの時は飲まなきゃいけない感じはありました。さすがにちょっとやばいなってなりました。ちょっとまた上げたいですね、ミニマムいくらかっていうの金額を上げて。どこまで僕の先輩がついてくるのかっていうのをやりたいですよね。いや、怖いわー。前30万だったじゃないですか。はいはいはい。あれを一席。はい。まあ50万。でも席で50万って考えたらですよ。4、5人できたら言うて10何万ずつですから。歴代ラファさんの会が一番か、売り上げで言うと、過去ね。過去で超えたんです、この間。一席で。え？何を入れたらそうなるんですか？一席で、800です。え？600円。結局。え、マジっすか？え、何を入れたらそうなんですか？もともと、このワインを取り寄せてくれないかっていう。なるほどね。ワインとシャンパン、すごかったです。なので、今、最高額が、売り上げがその800万です。ちょっとそれは、だから超えましょうよ。年内にね、行ければ。マジっすか？はい。という感じで。お店としてはありがたいですから。ありがとうございます。もう一発だけ。いや、もう全然。お水とかももらっていいですか？ちょっとすいません。失礼します。結構喋ったよね。もう帰ってきたらもう締めぐらいで。次は2人で行きます。おかずで行きます。こちらになります。ちょっと考えて。そうですね、ちゃんとペースとかね。そうはいはい、飲む量とかも寂しいです、僕はもう。そうですね、ちゃんとペースとかね。そうはいはい、飲む量とかも寂しいです、僕はもう。僕は寂しいです。寂しいです、兄さんも。何？何じゃないんですよ。寂しいです、僕は。え、どういうこと？え、マジ全然気づかなかったんですか？どういうこと？いやずーっと喋ってました、僕らと。はい。この1時間ぐらいずーっと僕らと。怖っ。いや入れ替わってたんですよ、僕ら。トイレ行くたびに。毎回サンドイッチしてます、ずーっと。怖い。いやずーっと T シャツ違うよ。いや、そもそも違うんですよ。え、それこれはこのままで着てますだから、アクセサリーもこのままで、そういうのももちろんあれですけど。怖っ。ちなみに今どっちがラファさんか分かりますか？やめてください。それでしょ、それは僕でしょ。似てるな。どなたか知ってます？あれでしょ、ニファエルさんでしょ。あれ知ってるんですね、兄さん。いや、ラバさんのそっくりな人がいるのは、それ知ってるよ。それこそカンコレとかでもね、そう出てますから。はい。そうなんですよ。今日それでなんか実はなんですけど、前回そのブレイキングダウンになんか宮迫さんお見えになった時に、あれ僕じゃないんですよ。で、ニハエルさんが行ってて、すれ違ったのに簡単に会釈だけして終わってて。いや、ちょっと喋りましたよ。はい、それ僕じゃないんですよ。写真撮りました。え、マジで？俺だって普通にラバさん、はい、ラバさんなんか出んのかみたいな話つもしてたな。ラバさんがいることに関しては気づいてました。お前なんで言わへん？面白いなと思って。この人誰と喋ってるつもりなんだろうって。めんどくさいな方やろ。T シャツが違うのよ、今びっくりしたな。アクセサリーとかもまあ厳密に言ったら違います。はい。そうか。そうなんですよ。まだそれが全部一緒なんで。そんなことないです。ナオさんがそれちゃダメなんですよ。ナオさんが言うならまだしも。トータル。はい。すいませんでした。そういうことです。いや良かったです本当に。いやいやこれは見事全く分からなかった。良かった。じゃあドッキリ大成功。似てますね。似てるんですよ。結構間違えられるんですよ。声とかも。そうやね。声と笑い方がめっちゃ似てますね。そうなんです。めっちゃ間違えられますからね。これにするとよく困るんで。そういうこと。寄せてるってことですよね。ちょっと寄せてる部分もあります。ですよね。はい。すげえわ。だからほんまになんかとちりそうだったら代替できるんですよ。なるほど。観光とかそう本当そう。でも実際そうです。喋らなかったら絶対。いやほんまに本気出せばいけます。いけますよね。透明やったらいけます。どこで本気出してるんですか。次のだからもう3月の TGC とかも彼がいます。面白いなでも。気づく人がいるかどうかって。そういうネタなんですって言っちゃえば済まされるじゃないですか。ほんま別の用事できないです。すいませんありがとうございます。負けそうな時も